はい、今回は中国地方の20万エリア対決の動画をお送りしていきます。今回はリクエスト企画です。中国地方の20万前後のエリア比較となります。鳥取市 vs 松江市 vs 呉市 vs 東広島市 vs 中南市プラス下松市 vs 宇部市プラス山陽小野田市。今回もいつものように証拠の都市データをランダムに選定して実戦対戦させる形式で実証していきます。試合目、経常収支率、実質交際比率、年少人口の東広島市の勝利。中間人口密度、時点などの宇部、山陽、小野田市が2位です。2試合目、運輸便業、小売販売客、生活関連娯楽業の周南下松市の勝利。一般病院数、時点などの宇部、山陽、小野田市が2位。3試合目、医療福祉売上、不動産物品業の松江市の2点差勝ち。地方税、全産業、1万人当たりの建物火災の少ない周南下松市の2位。第3試合終了時点、混戦の序盤戦、宇部産業小野田市と周南下松市の妄想合併した山口県勢が好調です。4試合目、商業販売額と卸売業従業員数の松江市の勝利。製造業、アフ価値額の周南下松市が2位。5試合目、建築工事費を取り、出生数など時点の宇部産業小野田市の競り勝ち。人口密度、加重地人口密度の呉市が2位。第5試合終了時点、宇部産業小野田市が首位ながらも接戦が続きます。6試合目、人口増加率で唯一のプラス、接戦の製造業現金給与総額を取った東広島市の勝利。小売業の宇部産業小野田市が2位。第6試合終了時点、東広島市が3位と並ぶ4位に浮上。7試合目、製造業、アフ価値額、生活関連娯楽業の周南下松市の勝利。商業販売額の松江市と年少人口比の東広島市が2位。第7試合終了時点、周南下松市が首位浮上。上位4都市大混戦です。8試合目、情報通信業、中間人口比、不動産物品業の松江市の2点差勝ち。農業産出額の鳥取市が2位。第8試合終了時点、今度は松江市が首位浮上。9試合目、建築工事費と課税対象所得の宇部産業小野田市の解消。飲食店数の呉市が2位。第9試合終了時点、宇部産業小野田市が首位奪還。最終戦、生活関連娯楽業、小売販売役、製造業、アフ価値額の周南下松市の勝利。時点項目が多い宇部産業小野田市が2位。全10試合の最終結果が出ました。宇部産業小野田市勝ち点59、周南下松市勝ち点54、松江市勝ち点47、東広島市勝ち点41、呉市勝ち点31、鳥取市勝ち点17。実力伯仲の結果になりましたが、6位を取らなかった宇部産業小野田市は優勝。1位数とポイントでトップの周南下松市は惜しくも2位。県庁所在地の松江市も1位数最多ながらも届かず3位。東広島市も上位戦線に残るも4位。呉市は1位が取れず5位。鳥取市は苦しい戦いとなり6位でした。結果的には分散している山口県の拠点都市が妄想合併すれば同規模の県庁所在地並みの実力となることが判明した形になりました。最後に登場都市のデータを一気に全紹介しつつ、この動画を終えたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。励みになりますので、ぜひとも高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また動画の感想コメントやリクエストもお待ちしております。別の動画も見てみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録など、是が非にもよろしくお願いいたします。